ね、やばい。以前150キロを投げるお笑い芸人ティモンディ高岸さんの球をビタ止めした国吉監督、肩を壊し学生時代からずっとブルペンで補給し続けた監督だからこそ分かるキャッチング理論を聞いていきたいと思います。前回紹介したように俺がもともとキャッチャー出身だから。そうですよね、高校、大学、はい、兄貴もおっしゃってましたね。そうそうそう、この間アッパレでもね、最初兄貴とバッテリー組むとかやっていて、うんうん、まあ、でこの国吉 TV でちょっとキャッチャーの練習方法とか、はい、あとそのキャッチングだったりストッピング、はいはいはい、ちょっとキャッチャーについても、お話できればなというふうに思っていて、はい、早速、まあ、ちょっと俺のこのキャッチャーミットも、はい、これもまあ大学とかからかな、使って10年間がやばい、5年間ぐらい使ってるやつ で面見してもらっていいですか。面はでもだいぶもう、ああもうすごい取った跡が、取った跡が年季めっちゃ入ってますね。そうそうそう、高校の時に肩故障して、はい、なので早いうちからその投げる回数は少なかったけどブルペンに入るのめちゃめちゃ多かった。あとはなんか俺のこだわりというか、まあ守備手はしないのよ、ね、うーん、なるほど、素手で。あとミットも比較的小さめ、コンパクトな、うん、小さめ、やっぱ自分の中でコントロールしやすい、うーん、であったりだとか、あとなんかその、うん、ポケットも浅め、なるほど、でも肩が弱い弱点に分かってたから、なるべく握り替えとか浅くして、なるほど、立ってやるってことを意識して、浅めのキャッチャーミットと、まあ、手に近い形の形のミットっていうのを使ってました。じゃあ早速、はい、行ってみましょうか。補給してみますか。はい、じゃあ130キロから130キロ、はい、行きたいと思います。ちょっと緊張するね。130、はい、ちょっと見るわ。見る一回、まあ、なんでまあ球筋はやっぱ大事ですから。確かに、なるほど、結構速いな。実践をしてもらった後、早速キャッチング理論について聞いてみました。監督、うん、もう一個気になったんですけど、はい、低めのボール監督取るときに、なんかピッチャーの方にずっとミットの面が向いてるっていうんですかね。なんか普通ボール入ってこうミット半回転するみたいな感じになって止めるキャッチャー多いと思うんですけど、あれってどういう意図でやってるんですか。 あれはね、うん、いいからちょっとじゃあ構えてもらって、じゃあ構えてもらって、せっかくなんで、はい、はい、なんかまあそうだね、低めのピッチングって、はい、まあ、めちゃくちゃ、うん、その試合とか、はい、ピッチングの生命線の、はい、だってピッチャー低めを狙って投げてます。そうですね、低めのピッチングって難しくて、はい、それを取りに行っちゃうと、うん、どうしてもこうミットが下がっちゃう。よく、まあ、言われるのがミットを下げるなとか、はいはい、そうですね、言われるんだけど、言われますね、なかなかそれなんか自称だけとか、はい、だけ言われても、うん、選手って、まあ、そもそもどうしていいか分かんない、やりようがない。まあ確かに技術がないから分かんないですよね。そう、これそれどういう風にやったら止まるんだろうって、うん、まあ、止めに行くという発想よりは親指と人差し指で包んでやる、へえ、はいはい、でやるとこの親指を、うん、指が上に上げる感じだ、うん、でやると、はい、低めの球もこうなる。ああ、なるほど。あ、じゃあそのままもうそれでグラブミットを勝手に閉じるみたいな感じか。そう、でも勢いがあるから入ってしまえば、はい、そのまま止まるし。なるほど。まあ、最初練習の時はそのマシン相手に、はい、あの取ったらこのポロッと落ちるぐらいのずっと何キャップか、これだね。なるほどね。親指を押し上げる、はいはいはい、っていうことをやっていた。止めるというよりは、まあ、止めるためにどういう体の動きをしたら止まるんだろうっていう。なるほどなるほど。やってきたし、まあ、あとその意識してたのが、うん、ピッチャーがリリースして、はい、ミットをその球筋のラインに持っていくよ。おお、
なるほど。じゃあスライダーだったらスライダーの軌道にミットを入れていくとか。そうそうそう、バッターもさ、点、うん、で捉えるんじゃなくて、点で捉えるのが当たるポイントが多くなるから、うんうん、プロミスが残るっていう、うん、キャッチャーも点で取りに行ってるんじゃなくて、うん、球筋、軌道に合わせて、なるほど、そのラインにグローブ入れてあげる。っていうことをすることによって、まあ、ここでも取れるし、ここでも取れるし、ここでも取れるし、結果的に、まあ、今でいうフレーミングみたいなものにつながると。なるほど。それがさ、点でやっちゃうと、うん、まあ、来た球に対してこう流れたり、はい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 、流れたり、こういうふうに例えば軌道の場所があったりとか、下半身の体と一緒にその軌道に合わせてこう、こう持っていったら、なるほど、イメージ、はい、こんなに大きくやっちゃったら、はい、あのあれだけど、イメージとしてはこう、なるほど、こうとか、うん、こうとか、で、ストレートの感じで絶対、まあ、軌道って落ちてくるから、うん、落ちてくるものに対してこう入れてある。なるほど、なるほど。ということによってミットが変わって見える、はい、なるほど。奥深いですね、キャッチングとかキャッチャーも。審判さんにも高校の時ぐらいからやりだしたのかな、はい、試合終わった後に審判に聞きに行くのよ。あ、こ、何をですか。どういうキャッチングをすると審判さん見えやすいですかとか、うん、例えばボールとストレート際どい、はい、で絶対人だから、はいはい、ちょっと迷うと思うのよ、ジャッジする前に。そうですね。その瞬間って何を基準に考えてますかとか、いろいろ聞くと、あのキャッチャーのキャッチングだったりとか、こういう風にすると審判さん見えやすいよとか、教えてくれて、ピッチャーとかキャッチャーがこう取るんだ、ああ取るんだ、こうやればスラックっぽく見えると思ってても、言ってもジャッジするのは、そうですね、審判さん、審判さんだから、はい、審判さんに聞くのが一番早いなと思って聞いてた。はいはい、あとはね、アマチュアだと審判さんとよく会うのよ。はいはいはい、そうですね、はい、まあ、そうですね、だいたいあの顔見知りの審判、はい、多いですね、僕らも。で、そういう風にコミュニケーション取ってると、うんうん、審判さんもやっぱり人だから、うん、仲良くなって、うん、半個ボール球がね、あのこれまたアマチュアの草野球の面白さなんだけど、そんだけコミュニケーション取ってたら、うん、ちょっとね、191、2球ぐらいストライク取ってくれたりとかっていう、あの、なんだろう、人情野球もある。あとはあの、あれ、やっぱりピッチャーも投げてると、うん、ボール買うみたいな瞬間ってあると思うんだけど、うんうんうん、俺もよくやってたんですけど、はい、ピッチャーに対しては、ここストライクかよ、ボールかよみたいな感じで、はい、リアクションピッチャーに見せるけども、はい、球返した後に審判にボソッと、まあ、今のはボールですよねみたいな感じで審判さんに言ったりとか。審判さんもね、人だからやっぱり、はい、あのボールでジャッジしたのに対してピッチャーに嫌な顔されたりとか、うん、ベンチとかで、うん、みたいな感じで言われちゃうと、うん、次のジャッジがしづらくなるから、そうっすよね、うん、そこをこっそりケアしてあげる、うん、なるほど、なるほど。そういうところもちゃんとやっぱり磨いてやってたと。あともう一個はキャッチングで、うん、よくはあの例えばキャッチャーがちょっとやっぱり上手くなってくると、はい、うん、どうしてもキャッチングが雑になるというか、はい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 、パーで得意まあ、返しちゃう。いわゆる自分でストライクだと思ったら返しちゃうみたいな、はい、やったりするんだけど、まあ、やっぱりそれも審判さんと話をすると、ちゃんともちろん止めてほしいっていうのもあるし、見え方的にはあまり良くないし。なるほど。あとはどちらかというとその対ピッチャーに対して、はい、アウトローを取ったとして、うん、ボール球だとしても、うん、一回それを取ったので止めてあげる。で、止めてあげると何が起きるかというと、ピッチャーも、あ、今俺が投げてこのリリース、この腕の振りの感覚はあそこに行ったんだっていうのを、こう見せてあげる。なるほど、なるほど。それがさ、こう取ってこうやってやっちゃうと、うん、自分のピッチャーってものすごいあの、はいはい、指先が繊細な人たちだから、はい、これをパッてやっちゃうと、はい、自分が投げたのかどこに行ったのかわからないまま、はい、次の2球目投げちゃう。なるほど、なるほど。残像をちゃんと残してあげて、はい、今あなたが投げたのはここに来たんですよっていうのを見せてあげる。なるほどね。そのことで微妙にそのもう半分の1個とか半個ぐらいで調整がついてくる、うん、なるほど、っていうようなことを意識してなるほど、素晴らしいですね。じゃあまたこれからもこういった技術をぜひ僕らに、うん、まあ、特に今はね、ゾエさんによく指導してるみたいですけども。そうだね、まあ、うん、ちょっとゾエにはちょっとこの国吉 TV にあの頻繁に出てもらおうかと、はいはい、まだまだあのキャッチャーに関してはいろいろと話したいことも、はい、テーマもいっぱいあるので、はい、はい、いろいろお話できればと思います。はい、わかりました、お願いします。はい、はい、今月のプレゼントは
ロンティーキングでも採用された100メートル超えを連発するスーパーバットブラッキャノマックスを1名様に、さらにインパクトを可視化、打った瞬間に発光しどこで捉えたか分かるというベクターボールを10名様に、打率爆上がりです。チャンネル登録そしてコメントで応募完了です。ぜひ。2019年アッパレオンラインショップやっております。イケてるパーカーを数多く用意、フルジップパーカーとプロオーバーを用意しました。着てるだけでイケメン美少女になれる魔法の服なんだとか、ぜひチェックをお願いします。